じめまして、ユキです。はじめまして、ユキさん。ケイです。メッセージありがとうございます。ケイさんと一緒に作れるなんて、とても光栄です。あ、いえ、こちらこそ。曲作り、承諾してくれてありがとうございます。いえ。どうしよう。ちょっと気まずいな。他人と一緒に曲を作ったことなんてないから、どう話を進めていけばいいのか、よくわからない。私、ずっと前から、Kさんの曲を聴いていたんです。え、そうなんですか。はい。どれも、素敵な曲だなって思って。だから、一緒に曲を作らないかってメッセージをいただけて、本当に嬉しかったです。そうなんだ。よかった。それで、Kさんはどうして私に共同制作の依頼をしてくださったんですか？あ、ユキさんが作ったアレンジを聴かせてもらったんです。それで、すごく強い思いを感じたからです。強い思い？はい。アレンジ曲を聴いて、見えたような気がしたんです。深い、絶望の底みたいな世界を。でも、そんな中にも、小さな光が見えるような気がしました。私も、そういう曲を作りたいんです。光も届かない絶望の底に、小さな光を灯す。そういう曲を作りたい。だから、この感覚を音で表現できるあなたとなら、もっと自分の作りたい曲が作れるんじゃないかって、そう思ったんです。この人は、やっぱり感じてるんだ。深い絶望を、そんな中にいて、それでも光を灯そうとしてる。この人となら、もしかして。ユキさん。あ、ごめんなさい。そんな風に思っていただけていたなんて、思っていなくて、すごく嬉しいです。改めて、これからよろしくお願いします。あ、はい。よろしくお願いします。それじゃあ早速、どうやって曲を作っていくか、話しましょうか。じゃあ、私はKさんの曲のミックスをすればいいんですね。はい。ゆくゆくは歌を入れた曲も作りたいんですけど、まずはその形でいきましょう。わかりました。いい作品が作れるように頑張りますね。あとは、そうだ。基本的に作業中はすぐにやり取りしたいので、ボイスチャットにログインしたままの状態にしてもらっていいですか？大丈夫ですよ。どうかしましたか？ごめんなさい。私、家の都合で夜の1時以降でないと作業ができなくて。そうなんですか？はい。両親が寝るのがその時間なんです。なるほど。じゃあ、25時になったらナイトコードに集まることにしませんか？都合が悪ければ連絡をください。わかりました。じゃあ、今日はここまでにしましょうか。作り始めるのは明日からで。はい。明日は、25時、ナイトコードで、ですね。じゃあ、これからよろしくお願いします。
はい。新しい曲のミックスを進めていきますね。何かあったら声をかけてください。はい。とりあえず、このやり方で進めてみてるけど、これで本当にいいのかな？ユキさんが集中してやりたい人だったら、ファイルのやり取りだけで完結してもいい気はするし。まずは一曲ミックスしてもらおう。ユキさんがどうやってあの曲を作り上げたのか、近くで見ておきたい。よし、1サビまでのラフができた。だけど、イントロの印象が弱いかも。もう少し引きつけられるようにしたい。ユキさんに印象を聞いてみようかな。でも、作業に集中してるみたいだし、また後に。ケイさん、どうかしましたか？驚かせてすみません。ミュートを解除してるみたいだったので、何か話したいのかなと思って。ああ、そうですか。ちょうど次の曲のラフを聞いてもらおうかなと思ってたので、お願いしてもいいですか？はい、もちろんいいですよ。不思議な人だな。何も話してないのに、気配を読んだみたいだった。やっぱり、Kさんの曲はどれも素晴らしいですね。あ、どうも。本当に、すごく揺さぶられる曲。一音一音が胸の中に染み込んで、内側から私を揺らす。でも、もしこれが、もっと、って言うなら、よどみが足りないような気がしました。よどみ？何かに追い詰められるような切迫感は、ちゃんとあるんですけど、どこにも行けないし、何にもなれない。ただ自分の手足が、ゆっくりと腐り落ちていくのを、黙って見ることしかできないような。そんな、よどんだ雰囲気があるといいかもしれないなと思いました。そうしたらこの曲はきっと、揺さぶってくれるような気がするから。どこにも行けないし、何にもなれない、か。ありがとうございます。参考にして考えてみます。よどみ。確かに今のままだと、どこかシンプルな印象がある。落ちサビでその要素を出してみたらどうなるか、試してみよう。Kさんは、曲を作り始めて長いんですか？すごく簡単なものを作ったのは4歳の頃ですけど、DTM を始めたのは10歳頃だから、5年くらいかな。5年？もうそんなに長い間作られているんですね。あ、4歳から11年ってことは、Kさんは15歳なんですか？はい。じゃあ、私と同い年なんですね。私も同じ15歳なんですよ。え、そうだったんですか。喋り方がしっかりしてるから、年上の人かと思ってました。しっかりなんて、そんなことないですよ。それに実は、チャットが繋がってから、ずっと緊張してたんですよ。え？私だけじゃなくて、ユキさんも緊張してたんですね。もちろんですよ。こんな風に、顔も知らない人と話すのも初めてですし。私も初めてだな。曲はずっとお父さんと作ってたし。お父さんも曲を作ってるんですか？あ、はい。ごめんなさい、脱線しちゃって。作業に戻りましょうか。そうですね。
でもその前に一つ、私のことはユキさんじゃなくてユキで大丈夫ですよ。同い年ですし。うん、わかった。私も K でいいよ。堅苦しいのは好きじゃないし。じゃあ K、 また後で。やっぱり不思議な人だな。曲作り以外のことを話しててもあんまり嫌な気がしない。全部そのまま受け止めてくれて、でも触れられたくないところはそっと避けてくれるような。年齢は一緒だけど、ユキはすごく大人なのかな。だけどアレンジで聴いたあの音はすごく、うん、集中しなくちゃ。私は曲を作り続けなくちゃいけないんだから。